ベーシックにはやっぱり個人の判断なんだろうけれども、はい、その個人が判断するときにどういう知識なり情報なりをやっぱり持ってるかっていうことでしょうね、うんうん、あの私たちグリーンコンシューマー、まあ、グリーン購入しようっていう話を、ね、してるところでやっぱグリーン購入の一番最初の基本原則はね、あの必要性を考慮して買うっていうふうに書いてるんですよね、うんうん、それはやっぱ一番ベースでね、うん、あの何だって買えばいいっていう話では全然なくって、買わざるを得ないものを買うときに検討しようっていうお話なのでね、やっぱり必要性の考慮っていうのは非常に重要だけれども、じゃあその考慮を誰がするかっていうお話ですよね。これもまた難しくってね、消費生活アドバイザーっていう資格はね、うん、できるだけやっぱりいいものの選択だとか、あのいい情報の選択っていうのをアドバイスするのが、まあ、お仕事なんですよね、うん、企業に対してって消費者に対してもね、はい、でもアドバイスはたとえしても情報提供したとしても決断は本人なんですよね。やっぱり一つでも重要なのはその、あのやっぱりさっきの共有じゃないけど共感、うん、共感する情報を上手に与えるっていうのはやっぱりすごく大事かなとは思いますよね。あの先ほど言ったようにやっぱりその誰に読ませるかっていうことなので、あのやっぱり分かりにくい内容とか表現とかであれば、それはあの私たちいつもこれコミュニケーションですよね。だから分からなかったら分からないで終わらないで、やっぱ相手に分からないという声を伝えましょうっていうふうに言ってるんですよ。でやっぱりそうすることによって、あ消費者もこういうことに関心を持ってくれているようになった、あここをこう改良しなきゃいけないんだっていうのを相手に分かってもらうという、だからそういう意味であのダイレクトになり、あるいはその私たち通してでもですね、とにかくその、読みにくいとか分かりにくいっていうのがあれば必ず声にして形にしないと、ワンウェイのコミュニケーションになってしまうので、やっぱり、企業が出す情報を私たちが信頼できるかどうかっていうお話で、過去の消費者はできないんですよ、できないとずっと言ってきてるんですよ。だけど今ね、企業からの情報しかないんですよね、逆に言うと。なかなかその私たちのようなその中間の人たちが咀嚼して、でそれを公平にね比較してね、こうだっていう情報提供全然ないじゃないですか。過去にあったその暮らしの手帳だとかさ、あの確かな目だとか、ああいうものもどんどんそういう情報を減らしてきておりましてね、で結局企業から出される情報だけを自分たちでこう見比べてやらなきゃいけない時代になってきてるから、やっぱりそうすると企業にとっては企業の信頼性を高めるっていうことが一番ベースだと私は思っているんですよね。で本当ならその今言ったその中間のね、あの企業の情報を集めて咀嚼して比較してなりね、あのそして提供できるような力を持たなきゃ、持つというか、そういう場所がね育たないといけないっていうふうに、それはすごく思いますよね。環境の話をいつもするときにね、いつもね暮らしっていうのをねひらがなで書いてね、で暮らしって何でしょうねって話からするのね。でその時に暮らしって辞書まず言うんですね。でそうするとね、暮らしっていうのはくれるっていう言葉なんですね。くれるまで一日を過ごすことを暮らしって言うんですって書いてあるのよ、それ文字にね。であるいは、まあ、くれるまで1日過ごすで生活をするとかって書いてある、じゃあ生活するって一体何なのかなっていうふうに思うと、生活するっていうのは生きることだって書いてある、ね、で生きるっていうのは命だなってね、なんかやっぱりその命をずっと何ていうか持続可能っていうか、つないでつないでつないでいくことが生活であり暮らしなんだろうなっていうふうに思ってるんだよね。これからどうしたいかってやっぱり同じでね、まあ、ずっと同じ状態つつがなくね安心できる生活っていうものをみんな望んでるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。もう地球環境まで超えてね、そうした時にやっぱりふっと自分の生活を見たら安心できないことがいっぱいあるわけよね。で例えば環境問題にしてもそうですよね、エネルギーもしかして足りなくなるとかですね、資源が地球資源がもう掘り起こされちゃってるかなとかですね、あるいはすごい南北差でね私たちが何か悪いことしてないかなとかね、もういっぱい安心できないことがあるわけで、だからあのやっぱり環境問題ってすごく大事だと思うし、やっぱりもっと身近なその長期的に、ね、環境問題っていうのは絶対ベーシックにないといけない話だなっていうふうに思ってるし、まあ、毎日の暮らしの身近なところではやっぱりその安心できる暮らしっていうのはやっぱり誰もが望んでる、私が大学の時だから昭和40年に、はい、
もうかなり大問題というかね、はい、その左右揉め合った話なんですよね、はい、でその当時は ABS を使ってたから、はい、確かにもう非分解性で、はい、非常にその泡立ちも良くってね、はい、確かに卵がもうボコボコになったりとかですね、そういう状況があってですね、はい、で魚も死んじゃったしとかってあったと思うんですよね、はい、でその生分解性から言っても大問題だったと思うんですけれども、はい、それがだん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 改良されてきて今の、はい、まあ ABS も少し ABS ねもう少し問題があるかもしれないけれども、はい、可能性のあるその例えばリンの話だとかですね、うん、その ABS に入ってたようなものとかがね、はい、多分良くなってきていると私は思っているんです、うん、その当時に比べてね、うん、で一方石鹸の場合ですけれども、はい、石鹸を使う人にとって、これは私のアドバイザーという立場からね、はい、石鹸を使う人にとって石鹸だったら絶対いいんだっていう感覚でも私はいけないと思ってるんですよ、うん、やっぱり石鹸だって水と化合してやる金属石鹸もできちゃうし、うん、風溶性のものができますのでね、うん、やっぱりそれは適正な使い方っていうのがあると思うんですよね、うん、両方にとってね、うん、なるほど、うん、でそれでやっぱりそれはねもう何でしょうね今言えるのは、うん、だから、私はその合成洗剤が絶対罰だとは言わないんですよ、うん、で石鹸が絶対いいとも言わない、うん、だからその、なんでかっていうと、うん合成洗剤が今そのちょっとわからないですけれども、うん分解性という成分解性という意味ではですね、うん、かなりその過去と比較すればすごく良くなっていると思うしね、うんで今言ったその石鹸の、うん金属石鹸の話だとかもね、うん、よくはな使い方でねかなりよくはなってると思うんですけれども、うん、きちっとその、うん、できればね、うん、使わない方がいいに越したことないじゃないですか、うん、基本的には地球を汚すんだからね、うんうん、だからまずはある程度その使わなくて済むことをまず考えましょうっていうのが私の考えなんです。だから例えば食器を洗うにしても、はい、その汚れたまんま洗剤できれいにするんじゃなくって、うん、それをもせば済むわけだから、うん、だから紙できちっと拭き取ってね、うん、もせるようにして、うん、あんまりだから非常に少最低限の、ね、量で済むようにやりましょうよと、うん、でお洋服だってね私はさっき見たように胃が専門なんですけれども、うん、繊維だってねあれはいいもんじゃないんですよ。今みんな着たら洗うなんですけれどもね、洗えば生地が傷むには決まってる。だからクリーニングだってそんな毎年やらなくったって汚れの程度に合わせてね、それ必要ならしますけれども、汚れてなければ1年間ねクリーニングしないで風通しのいいところでブラシをちゃんとかけてで手入れをしてあげるっていう方法でね十分商品はね大丈夫なんですよ。むしろその方が製品へのダメージって少ないんですよね。やっぱりそういう、暮らし方の知恵っていう暮らしの知恵っていうのかな、そういうふうなことで使わなくて済む方法をやっぱアドバイスしてで、どうしても使わなきゃいけない時には適正の量ね、例えば合成洗剤にしてもね規定されている量のやや少なめにね使って十分汚れが落ちる。なんでかっていうとそんなドロドロにしたものを今洗わないですもんね。だからね、だから洗濯機もどんどん大きくなっちゃうじゃないですか。8キロ9キロ今9キロですよね。あんなことしちゃうからどんどん洗えると思ってみんなさ1回使っただけでバスタオル洗う、家族一人一人バスタオル使うとかね、そういうふうな変な生活のスタイルになってしまうから、バスタオルなんか共用してね使えばいいんだし、一人だけだったら翌日干しといたから、だって体の水を取るだけなんだからね、別に洗わなくたっていいわけでね、乾くわけでねっていう話をよくするんです。なるほど。